こんにちは、ミチョスです。今日はこちらの紹介をします。なんと猫谷さんがクリスマスプレゼントをくれました。ありがとうございます。ステッカーも2枚ついてます。ということで今回はチームデミのシュプリームコラボです。イエーイ。猫谷さんが昔からシュプリームが好きとのことで、あれ昔のシュプリームが好きだったか、なんかそんなこんなでシュプリームから文房具が出てるよということでクリスマスプレゼントにもらいました。猫谷さんありがとうございます。チームデミも気になってたんですよね。美しい一体感のある文房具のセットなんですけど、1984年に初めて発売して爆発的な人気を誇り、2020年にデザインを変えて復活を果たしてグッドデザイン賞を受賞したという話題の文房具セットです。このシュプリームのステッカーはちょうどトラベラーズノートのレギュラーサイズくらいの長さですね。このまま表紙に貼ろうかな。なんかこれを使ってめちゃめちゃかっこいいシュプリームノートを作りたくなります。中身は大友克洋コラージュとか、めっちゃいい。うわ、なんか自分で言っときながらそのノートがすごい欲しいです。大友全集も出ることだし、コピーしたりとか模写したりとかしてコラージュして新たな世界観を作るとかめっちゃ楽しそう。アップル製品を購入した時のようなスベスベの箱ですね。あー、すごいワクワクする。ではチームデミ×シュプリームコラボ、早速見ていきましょう。それでは行ってみよう。まずはケースから見ていきます。シュプリームのロゴが眩しいですね。この赤色に白い文字がもうシュプリームって感じがします。ケース自体が磁石になってます。あ、どこでもくっつく。結構コンパクトですね。あんまり重さも感じない。ぴったりサイズの文房具たちがぴったりと綺麗に収まってます。無駄がないデザインで美しいです。全部で8種類の文具が入ってます。まずはカッターから紹介します。わ、ちっちゃい、かわいい。本体こそは短いですが、カッターの刃の厚みが 0.5 ミリの刃厚で分厚い刃になっております。通常刃厚 0.38 ミリが S 刃、 0.5 ミリが L 刃なので大型のカッターと同じだそうです。錆にも強くて全面フッ素コートによりテープを切ってもベタつきがしない。このように持ち手の角度に合わせて使用すると紙を1枚だけ切ることができます。おお、すごいあれ、はい、じゃあ次はメジャーです。あ、磁石でくっつきますね。ケースが磁石なので金属の入ってる文具がくっついてるって感じですかね。シール製のメジャーです。最大 1.2 メートルまで計測できます。もうね、こんなねスタイリッシュなシンプルなメジャーを見たことないですね。一切の無駄がない感じがします。はい、じゃあ続いては定規です。10センチの定規です。こちら側には金属板がついているのでケースにくっつけることができます。カッター作業にもバッチリですね。下には乾燥剤が入ってました。小さいものだったらこの下の空間に収納できそうです。はい、じゃあ続いてはテープの紹介です。12ミリ幅 ×10 メートルの
メンディングテープです。半透明の丈夫なテープで、セロハンテープよりも劣化しにくいという特徴があるそうです。表面がサラッとした質感なので、文字の書き込みもできますね。鉛筆、ボールペン、油性ペンなど幅広い筆記具で書き込むことができます。はい、では続いてはホチキスです。15針が一度に50本セットできます。最大10枚の紙を閉じることができます。特徴としては、針の交換時にこのように閉じきらない構造になっているため、最初の1本を無駄にしません。簡単に針を取り除けるリムーバー付きです。はい、では次は液体のりです。先端部が目薬のようなノズル形状なので、細かい部分に塗ることができます。なんか液体のりなんですけど、シワになりにくいそうです。最近スティックのりに慣れてしまって、全然液体のり使ってないんですけど、ちょこっと出先で何かを貼るっていう時にいいかもしれないです。はい、続いてはシムピンです。ここにもシプリームのロゴが入ってます。裏側の金属面が広がってるので、磁石でケースに簡単にくっつきます。タブレットとか、あと iPhone とかの SIM カードを取り出すことができます。最後はハサミです。ベルヌーイカーブバーを採用して切れ味軽やかということなんですけど、ベルヌーイカーブっていう言葉を初めて聞いたので、説明を貼っときます。やっぱり小さいのでちょっと持ちづらさはあります。大きい紙とかだったら切りづらそうですね。まあでも外出先で小さいものを切るっていう時に使うって考えると十分な大きさだと思います。切れ味はいいです。スパッと切れます。はい、では以上でチームデミを紹介してみました。コンパクトでそんなに重さもないし、でも必要な道具はしっかりと揃っているので、持ち歩きにぴったりな文房具セットでした。このなんといってもこの白で統一されていて、曲線がすごく美しい文房具でした。必要なものがさっと取り出せて、さっと戻せるっていうのも素晴らしいと思います。ただ強力な磁石を使用しているそうなので、PC と一緒に持ち歩くとかそういうのはやめた方が良さそうです。ちょっと間になんか磁力をカットするものとか入れた方がいいのかな。ちなみにこの今回のシュプリームコラボは白のみの展開ですが、通常は白と桜、コーン、あとグレーのネズの4色展開です。消耗品だけでも購入することができます。メンディングテープとメンディングテープのディスペンサー、カッター、液体のりは新しいものに取り替えることができるので長く使えそうですね。あとはオウンネームサービスっていうのもやってまして、名前や好きな文字を入れることができるので、プレゼントにもぴったりだと思います。実際今回プレゼントしてもらって本当に嬉しかったですありがとうございます。大切に使います。はい、では今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。じゃあ以上です。最後までご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。